本日夕方、法制審の会社法部会で会社法制の見直し要綱案がまとめられます。まあ、内容としては大企業への社外取締役設置の義務付けや、まあ、取締役報酬の増額について株主総会で説明することなどが盛り込まれます。まずこの社外取締役設置義務付けについての受け止めとですね、それからまた社外取締役設置会社といえども不祥事が相次いでいるというのもまた一つ事実としてあるわけで、この社外取締役というシステムがこう企業統治向上のためうまくワークするには、まあ、何が必要かとお考えなのか、そこら辺についてお願いします。コーポレートガバナンスコードというのはね、まあ、2014年あるいはスチュアードシップコードというのは、まあ、相次いでこう安倍政権で出ることによって、まあ、現実問題としてここ、まあ、5、6年前ですとね、会社の事業も知らないやつが取締役でそれも社外でできるはずがないだろうという意見が比較的まあ大勢を占めてたと思うんですよね。まあ、その頃から、経済同友会は2名以上の社外をやはり作るべきだという主張はまあ続けてきたわけですが、まあ、最近でもそれは当然そういう社外の目っていうのが重要であるという認識はますますそう感じているんですけれども、現実にもう2人以上の社外取りがね、一部上場ですと 90% 超えちゃったと、1人以上だと 99.7% っていう現実に、まあ、それがようやく法律がついてきたのかなと。でだからそれがまあ法務省というか会社法的に変更になっても、まあ、基本的に何ら問題ない、ほんの一部の人が強制的に、やはり社外を入れなきゃいけないというレベルであって、ほとんど体制はもう2人以上むしろ3分の1以上の社外を入れるべきかどうかっていうところに基本的には焦点が移っているとこう思いますが、グローバルスタンダードっていう意味ですね。それとまあそうは言っても、その形から実へっていうか、形良ければ全部いいっていう部分は全くないわけで、これはもう長い経験からして2002年ぐらいからその指名委員会と設置会社を採用している会社でも現実問題として、その、まあ、指名委員会そのものも結局会社側のある意味では恣意的な選考によって、まあ、社内もいたとはいえ、そのなかなかそういう意味でそれほど正しく機能してなかったっていうコンプライアンス問題も起きてる会社も、現実にあったわけで、そういう意味では今からの重要なところは、まあ、形式についてはかなり具体的に動き始めていると。これが一段落じゃなくて、今後ますますいかにそれを実質化していくかっていう、そういうフェーズに移ってると思うんですよ。だからそれはやっぱりやはり会社は後期であると、この私物化しないようにはどうしたらいいのか、あるいはこれ必ずしも指名委員会に限らず報酬とてどういう体系でどういう思想のもとに、その基本給与とあるいは報酬部分をどうするのか、それが現金で与えるのか株式で与えるのかも含めてね、そういう設計をどうしていくかとか、まあ、コンプライアンス上の問題だと今の最大のフェーズってのはそのグループガバナンスって言いますかね、子会社、これをどう持っていくのか、子会社のガバナンス、あるいは孫会社のガバナンス、多くの企業で問題を起こしているのは、まあ、どちらかというと本体の頭が腐っているところもありますけど、孫会社あたりで結構そういうトラブルを起こしているところもありますので、あるいは今から一番重要なのは M&A で海外の会社をアクワイアしてポストマージャーインテグレーションって PMI って言うんですけど、その PMI のプロセスの中でいかにその自分の会社のブランドレコグニッションというか、ブランドなり、会社そのものの考え方なりコンセプトなり、
そういうものを浸透させて、コンプライアントな会社にこう M&A した後こう変えていくかっていう、あるいはあの子会社上場をどうするかというあたりにフェーズは移ってきてると思いますが、まあ、必ずしもアングロサクソン流が全部正しいっていうわけではないんですが、いいところは大いに取り入れで、日本のいいところも入れていくというところではないかとこう認識してます。すいません、あの幹事の朝日新聞です。私から一問だけ、今日午前中あの EU 離脱の関係コメントありがとうございました。ちょっと改めてなんですが、この日本に今回どんな影響が出て、でかつコメントにもあるんですが、あのコンテニジェンシープランの実行が必要と求められるとあるんです。その辺のこう詳しくお願いできますか。まだ3つ4つのオプションが残っていると思うんですよね。確かにあまりの大差で否決されているもんで、なかなかちょっとした修正で、その妥結するとも思いませんけれども、まあ、そういった近日中に行われる、3日だか5日以内に行われるそういう、修正案で、どうしていくか、あるいは、もう一回、国民投票なり、あるいは延期を施行する方向、あるいは、そういういろんなオプションのある中で、僕なんか個人的には、イギリス伝統あるイギリスの、政治であり経済がそう簡単に崩壊する方向を選ばないとは、希望的に見てるんですけど、そういう意味でいろいろなコンテンジェンシーを対してどう対応するかって当然日本企業にとって重要なことなんですけど、これもやっぱ金融系はもう一部フランクフルトなりね、オランダあたりにこう一部移してる会社もありますし、製造業、自動車はそれなりの対応はもう一部やってると思ってるでしょうし、単純なその工場を持って物を作っているところってそう簡単に動けないんでですね、もう少しその推移を見てから、当然もう3月エンドまでが最終デッドエンドですけど、そのあたりからやっぱり準備はするとはいえ具体的アクションは入ってくるんじゃないか、こういうふうに見てますけど、当社もあそこに工場だとか電池の工場もあるんですけど、これさまざまなその自動車会社の動きもありますしね、じゃあその電解液の工場をどうするかっていうのは、なかなかそう簡単には決められるもんではない、やっぱり状況を把握してからということに、いわゆるオフィスだけあるっていうサービス業なり金融系とちょっと状況が違うんで、一概には言えないんじゃないかなとこう見てますけど。各社さんどうぞお願いします。NHK の篠崎です。今の質問の続きでといったら恐縮なんですけども、改めてこうノーディールの可能性が高まっていることをどう見ていらっしゃいますか。でその日本経済あるいは世界経済に与える影響も含めて、基本的にはちょうど2016年6月23日うちの株主総会の日だったんでよく覚えてるんですけど、僕は株主総会よりそっちが気になって iPhone をこう見てたらなんとなく変な顔で見られた覚えがあるんですけど、で11時ごろもうええー、ってぐらい、52対48で、ブレグジットが決まったわけですけど、今はなんか一応、ポールによるとその逆でもう離脱派の方が少数派になっているって、だから国民の思いはちょっと失敗しちゃったなっていうか、あと経済人は去年も我々、ロンドンにも同友会のミッションで行ったんですけど、かなりの多くの人は本心はやっぱりブレグジットはないだろうと、ブレグジットをやってほしくないという人が大多数だったんですが、
まあ、表向きはなかなか明確にしない人もいましたけどね、まあ、経済人はやっぱりそういうところよりやっぱり EU と一緒にやることにとってのメリットの大きいっていう認識が多かったんだけど、まあああいう形で決まってしまったってことに対する反省は持っているんだろうけど、政治っていうか議会そのものがみんなそれぞれの自分のセクターっていうか、まあ、保守は基本的にはブレグジット系でしょうし、野党の方もまあブレグジット賛成と反対が入り乱れているっていうことで、政治そのものがどうもその自分のことばっかり考えてるというか、自分の通り通り役に入っちゃっているっていう、こういう亀裂が入った中で、まあ、もう一回のリフレンダムっていうか国民投票っていうのはなかなか可能性は少ない。そうかといって、まあ、今の政治状況では EU は簡単にもう妥協しないと、これがもう最後だろうみたいな、そういうニュアンスも出してますし、だからマイナーのチェンジで議会が通るとは思えないと。こうなるとやっぱり確率としてはね、残念ながらの合意なき離脱ということも相当高くなってきちゃったかなということで、まあこれはもう彼らが決めることなんで、もうそれはこちらから要望とか何かあってもそんなことで動くような世界とはとても思えないということは、みんながそういう最悪の状況も想定しながら手を打っていくと、それで最悪にならなきゃこんないいことはないということではなかろうかと。それがまあビジネスに対する対応だと思いますけど。あと2点すみません、1点目は、日産 の、 ゴーン前会長の件、昨日保釈が認められずにまた交流が長い形になるで、この交流が長いことについては海外メディアを中心に批判の声も強いですけれども、そこについてはどうお考えかというのが、であと すみません大変申し訳ないですけども、岸本さんとか今日引退を発表していることについてちょっともしご感想があればそれも教えてください。ゴーンさんの件はね、まあ、日本の司法っていう、まあ、特殊性っていうのも、まあ、海外から見たら罪状とやはりその取り調べってもので、ここまで交流するってことが正しいかどうかっていうことで言われてるかとは思うんですが、まあ、その辺も含めて、基本的には、海外がどういう状況なのか、まあ、僕はあまり把握してませんが、まあ、一定程度その辺のグローバルなスタンダードっていうのは、まあ、どんなところにあるのかっていうのは参考にして、まあ、あまり世間から、世界からその取り調べっていうそのプロセジャーについて文句を言われないようにする方向かなと。それと罪をきちっと調査するっていうのは、まあゴーンさんが逃亡するのかどうかその辺は分かりませんけど、まあ、そういう意見もあるということはしっかりとやっぱり、考えながら対応した方がいいんだよなかどうかっていう気がしますね。もう一つ、まあなんともかわいそうな感じですよね。かわいそうってのはもっと早くやめればよかったのに、もうだって7連敗でしょ、8連敗ですか、8連敗もう見るも無残としか言えないね、まあ、彼自身で一人で決められなかったのか、まあ、人によると今度4連敗しても11連勝ってのはあるかもしれないとこういう人もいるけど、まあ、あの状況で普通フィジカルにものを見てったらもう無理だっていうのは分かるんでね、まあ、もっと早くやめた方が良かったんじゃないかなっていう気がしますね。相撲始まって以来の横綱としての長期敗北記録っていうのは、まあ、わざわざ作ることはなかったんじゃないかと思いますが、まあ、やっぱりそれは相撲こそ美学がいるんじゃないかと、大和 TBS の土井です。昨年末に深センのファーウェイのに伺ったとも言ったと思うんですけど、その実際に、まあ、アメリカが
かなりそのファーウェイに対して危機感を持っているというのも聞こえてきます。で実際見に行かれてそのどれぐらいすごい企業なのかという勢いも含めてどのようにお感じになられたかというのが一点と、で、まあ、逆に言うと、まあ、大学は常々 GAFA みたいなものが日本から生まれないという危機感ずっとご発言されてますけど、そのファーウェイに日本企業が今勝てるのかどうかというここの危機感というこの2つお伺いさせていただいてもよろしいでしょうか。去年のちょうどクリスマスに、ファーウェイを訪ねたんですけど、もともと大和漢字ミッションで僕の在任中その最初に行ったのがイスラエルなんですよね。それで北京、まあそれからワシントンに行ったりパリに行ったりロンドンに行ったり、最後西海岸に行って、まあ大体全ては日本のその比較列位っていうかその特にネット系のビジネス、あるいはまあ 5G も含め次の通信のそういう新しいイノベーションというのはエコシステムがどうなっているんだろうかっていう、もうその興味、ワシントン以外はちょうどワシントンの時はトランプが価値観を分けるかっていうそういう1ヶ月ぐらい前でしたから、まあそれがメインにはなってますけど、やっぱりグーグルを訪ねてますし、まあ中国の2回目、イスラエルの次の中国も北京でやっぱりファーウェイ行ってんですよ。まあ、ファーウェイとは僕はゴーピンさんっていう今リンバン CEO とは当然当社もいろいろ素材出してますし情報交換もやってますんで、ゴーピンさんというのは京都で STS っていうフォーラムが10月にある、彼は毎年来てますしね。まあ、ファーウェイジャパンのバンさんという社長もよく存じてますんで、まあ、別に長い延長線上の一つとして、まあ、彼がちょうど出迎えてくれたんですけど、まあ、そういう中でその、まあ、たまたま今回、50に限らず半導体あるいは、まあ、アメリカのトランプ政権あるいはまあ、民主党も含め非常に中国が追い上げている中でテクノロジーあるいはサイバーセキュリティも含めた形の国家安全保障っていうサイドでもうこれ以上ほっとくわけにいかんという中で、ね、まあ、出てきたこういう関税の問題とかいう中でまあどうなってんだろうなっていう当然関心もありましたし、やっぱりなんで深圳であんなに、キャッシュレスがここ 2,3 年急激に進んだんだろう。それとあそこは BYD も訪ねたんですが EV でもうあっという間に、まあ、当社も電池の全ての材料をやって、まあ、日本の企業を中心に素材を出しリチウムイオンバッテリーっていうのは10年来研究してるんで、それがここ BYD なんてここ3年ぐらいですよね。あっという間に電池の素晴らしいのを作りで素材まで自分でやるようになって、まあ、そこにも関心持ってましたし、あるいはその北京系はどちらかというとネット系が多いんですが、その深圳チンフーユニバーシティ研究大学院みたいなね、チンフー大学研究院っていうのがあるんだけど、そこはこれどちらかというとバイオとかものづくりのイノベーションをメインにこうやってるわけですよ。だからそういうところをぜひこの目で見たいと、とりわけこの目で見たかったのはキャッシュレス社会、アリババ、アリペイ、まあそういうもう全部自動化された無人の店舗、こんなのをまあ見てきたわけですが、僕が昔やってた光ディスクとか、まあ、DVD とかそれがねもう深圳の昔20年ぐらい前しょっちゅう行ってた場所、フェイク品が溢れてた場所がもう CD とか DVD なんてないんですよね。ほとんど全部通信、それで全部ロボットあるいはドローン、だから格のごときスピードで今中国は伸びてるんですよね。
だからまあそれはテレビで見たり人の話聞くよりこの目で見たいっていうのが最大のポイントで言ったら、向こうでファーウェイも行ってみたいなっていうことで、北京のファーウェイよりは本社ですからね、深圳は。その大きさっていうのは東京ドームの42倍の敷地に、湖なり、まあ、大学のキャンパスみたいなんですけど、国庁が待っている。国庁ってのは、まあ、言ってみればイノベーションの象徴、変化をもたらすっていうか、なんか今までの既存のものではない白鳥と違ったものを出すっていう、そういう象徴のものを、まあ、湖に、話している。で、非常に遥かあのバスで奥まで行って、王宮のような接待場がありましてね、大変な、あの、まあ、昼食ですけど、大変なフランス白ワインを飲ませてもらって、日本でも食べたことのない柔らかい美味しい牛肉を食べさせてもらって、なんだ背が高くて美人ばっかりに接待されましてね、いやすげえなこれと、とても日本の企業ではありえないっていう、そのぐらいやっぱり、まあその違う世界を見ましたね。だからきちっと儲けてるでしょうし、今世界一の特許数では世界一書いてますからね、年間で。まあ、かつての30年前の日本も完全に放出とされるほどテクノロジーで、彼らに聞きますとエリクソンのテクノロジーより1年先と、ノキアより早く行ってる、まあ、シェアももうかなり、3、4割いってますし、まあ、NEC 富士通はみんな 1% ぐらいのシェアしかないっていう意味では、そりゃここ5年あっという間に、その特許だとかの質も上がってますしね、まあ、中国そのものの研究開発のレベルがもう太陽電池であろうがペプス解凍系であろうがバイオであろうがそこまで来てますから、まあやっぱりこの目で見るとこれはね本当に脅威というか、なんでこんなにスピードを持ってやれるのかっていうのは、この2番目の質問に通ずるんですけど、やっぱりそれは明確な方向性と、まあ、それがディクテーターシップなのか、それはどうあれやっぱり明確な指針と長期戦略のもとにベーシックリサーチもしっかりやりながら、それでやっぱりいろいろなものを組み合わせる力っていうか、文字通りイノベーションっていう、そのいろんなものを組み合わせて新しいものをクリエイトする、ゼロから1というよりは1から100を作る中国の凄さ、だからゼロから1を作るってのはユダヤ人というかイスラエルなんですよ。これはもうとんでもない頭のいい人が多いんで、だけど中国ってのは1から100をあっという間に作ってしまう、まあ、かつて日本もどっちかってそうだったんだけど、日本は1から10ぐらいしかできなかったんだけど、それをものすごく感じましたね。で、それはそのエコシステムっていうのがそれぞれの、北京ですとそういうどちらかというとネット系があそこの中間村っていうのをベースに、あるいはチンフあの北京大学、あるいは清華大学を中心に学と民と町っていうか、そのマーケットがうまく織りなすまでを作ってるし、深圳はやっぱり今言った深圳市と深圳 の、ま、のシティとチンフン大学との合弁の研究員を作って、それとこう民間とはうまくコラボしてるっていうのを作っている中で実績が出てきている。それはもう象徴的なのが EV の自動車で、イタリアのデザイナーを何十人と雇って、あっという間に電気自動車、あるいは将来的にはもう近いうちに自動運転車で、一つのそこは企業町を、城下町を作っているっていう、まあ、あのファーウェイに至っては確かに、まあ、彼らは日本のココムみたいなもんだという主張もしてますし、まあ、アメリカの情報ばっかりが日本に入っているんじゃないかと、どちらかというと中国の話も聞いてくれやと、こういう雰囲気はありましたね。まあ、我々企業としては当然今までの流れの中で、そうは言っても日中米の関係性も見ながらどういうふうに対応していくかというフェーズに入ってきたんじゃないかと思います。単純にやっぱり危機感というか勝てないみたいな、そういう日本企業がこうどうやってこう戦う
土俵に上がれてるのかっていうのは、うん、その辺はいかがですか。まあ、あの常にさっきのグラファとかね、そのネット系の単純なデータフローの話も中国はそれをブロックしようとしてるし、ヨーロッパは GDPR で結構個人 の, そのコンフィデンシャリティを中心に個人が情報を消す権利までこう主張できるようなこともやってるし、まあ、アメリカとてサイバーセキュリティ、セキュリティ周りだと相当そこはきちっと管理するけど、ビジネスそのもののところは自由にやるとか、まあ、いろいろ今からそういうデータフローそのものがね、今度のダボスなりあるいは G20 で大議論になるんでしょうけど、まあ、そのこと自体で今追いつこうとしてももう今更しょうがないんで、ただあくまで日本はものづくり、自動車を中心にして今まで培ったあるいは素材を中心としてやっぱり誰にも負けないテクノロジーは未だに持ってるわけですから、そういうものとそのバーチャルの部分あるいはサービス業を合わすあたりで、あるいは信用っていう意味で日本の金融はまだまだ立派なものを持ってるんで、だからテクノロジーと従前の新しいそういうネットテクノロジーと従前の非常に正しいデータ、医療とか介護もそうですけど、それをどううまく組み合わすかっていうフェーズに次の経済は入っていくと思うんですよ。そこで巻き返すしかないんじゃないかと、完全に負けたっていうより負けたという認識のもとに次の勝利を目指すと、こういうことだと思いますね。負けたっていう認識がなければこのままズルズルっとゆで返りでいくんじゃないかということだと思いますけど。信念みたいなものがありました。まあ僕もあのどういうかは引くけど、会社引くかどうかわかんないしね。だからその辺が難しいんだよね。だけど93歳でもまだ社会長 CEO ってやって、やっぱり会社を未だにこう増収増益で持っていける人もいるし、まあ人によっちゃもう1年か2年で辞めたらって人もいますしね。だからそれは最後はその人の美学ですよ、完全に。あるいは政治家でもなかなか辞めない人もいるわけで、これはもう誰かがお前辞めろってわけじゃなくて、その人の人生そのものですから、うん、人がやいのやいの言うような僕は問題ではないし、ご本人は一番悩んでると思いますよ。大王幹事自身はやっぱこう気持ちですか、やはりその、うん、気持ちとやっぱり力なきゃダメだと思うんだよ、冷静に。だからまあ稀勢の里とはどうか別として、あれは力がなかったんじゃないの、それを冷静に見なきゃダメだよ、気はあったって。だから今自分はこの戦いの中で十分人を引っ張っていって、リーダーシップがあるか、ビジネスで言えば十分儲けさせること、次のことを埋める活力があるか、それと同時に自分の気力両方でしょうね、はい、で最後は自分自身の人生そのものですから、美学ですよ。ありがとうございます。読売新聞で山下申します。まもなく始まる企業の採用活動についてですけれども、経団連が採用指針の廃止を決めて、政府未来投資会議でも採用システムの在り方というのを今議論されていると思うんですけれども、同意会3年前に新卒既卒ワンプール常年採用という提言出されていると思うんですけれども、小林大法官自身がその28歳で入社されたと伺いまして、その新卒一括採用の枠から外れてこれまで歩んでこられたと思うんですけど、そういうご自身の経験も踏まえられて、その年齢とかですね、採用スケジュールとか、あと新卒既卒とかで分けるような必要性とかについてどのようにお考えになりますか。
最終形は本当に自由なマーケットで自由にその鮮度次第でプライスがつくっていうことだと思うんですよね。であるいはこのトップマネージメントっていうか社長会長の給与がいくらなんてのはこれものすごく定性的な話でね、理屈を言うこと自体が非常に難しいと思うんですよ。相場感でしかないっていうか、そこのロジックなんてのはないんですよね。だから最終形はそうなんだけど、やっぱりそうは言ったって教育があり学生さんがまあ大体既存の頭を持って、まあ、そういう既存の理念、まあ、概念で生きてる人が、あるいは親もそういうこの日本の社会の中でいきなりスパッとこう辞めるわけにはいけないから、やっぱり10年とかいうスパンでどういうふうにその変えていくかっていうストーリーを書くべきだと思うんですよ。で最終的にはフリーマーケットで、まあ、学校出て少し遊んでも自由に入れるようにする、まあ、人事的なその、まあ、煩雑さからその、通年採用は嫌だとか言うけど、中国はもうみんなやってるわけですからね。さっきの北京に行った時も毎年その JD.com を見たら毎日200人採用して毎日100人辞めているというそういう e コマースの会社もあるぐらいですから、そういう人と勝っていかなきゃいけないわけで、だから10年先はこうなるされど今はこうだろう、で、まあ、3年ぐらいのバッファーか5年ぐらいのバッファーゾーンを設けてこうやっていくのがその5年後、それで10年後には完全にフリーにするとか、だからこれはねエネルギー問題と同じなんですよ。ストーリーがいるんです。ストーリーっていうか長期的な、まあ、ですから就職関係とかこういうのは労働関係っていうのはまあ5年10年のスパンでしょう。エネルギーは50年100年のスパンでやっぱりきちっと議論しなきゃいかんと思いますよ。すいません、これまで経団連のルールがあって、まあ、形骸化って言われてまして、で、まあ、その来年以降は政府が別のルールを作ってっていう形で当面ルール自体は残るわけですけども、そのまあそのいろいろその守られてないっていう実態があると指摘されているわけですけれども、その一方でその企業がコンプライアンスとかですねルールの遵守っていうのが、まあ、その就活にかけるといろいろ言われているわけですけれども、それは申し合わせであってルールっていうか本当 の法律的な縛りはないわけですよ。だからまあコンプライアントであるかってのは微妙ですよね。でましてや職種によってはそれが常識化している中で、また特にネット系の人は、ね、海外外国人も含め自由に取ってるわけだから、当面はだからある程度その申し送りを業種で区別するってのは相当難しいでしょうから、まあ一方では、まあ、そこのところは自由に考えながら各企業がこれはベースアップとかあの賃上げと同じだと思いますよ。これ各会社の儲け具合に当然寄ってくるわけだし、それをまあ連合との交渉だけっていう時代ももう古いんじゃないの。もうはっきり言ってあの労使交渉なのは正労使ってのはもう正はこうあってほしいってことを言ってるだけで、労使っていうそのことをもう共通のある連合というオーガニゼーションと経団連というオーガニゼーションで決めていくっていう、それはガイドラインをちょこっと作る分にはいいんだけど、そんな大企業と中小で違うのはこれ一部しょうがない面もあるし、そうでなきゃ大企業成り立たない面もあるんですよ。いい人来てくれなかったら勝てないわけで、外国と戦ってほとんどグローバルに戦ってるわけだから、でグローバルはもう最もいい人を取ろうとして、社長以下給料みんな高いわけじゃないですか。だからそういうところもきちっと考えながら制度設計しないと合流国にますますなっていくんじゃないですか。じゃあよろしいでしょうか。ありがとうございました。